押し合いになる。コラケン出る、左の押し合いターン、コラケン出る、上手投げはどうだ。北海道発牛乳パックで紙相撲、2019年5月6月場所、これより中日幕下トーナメント準々決勝の取り組みを行います。裏ことにの湯に桜地バッタ、東方裏ことにの湯札幌出身タックベア、西方桜地バッタ鹿児島県出身鹿児島ベア、幕下トーナメント準々決勝の取り組みであります。牛乳パックで紙相撲です。中日を迎えました。実況私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。今日もニコニコ生放送の配信スタートが遅れてしまいました。というのは、今日に関してはですね、機材ではなくて牛乳パックで紙相撲サポーターズにご支援していただいている皆様に向けての特別な中継動画というか、そういうのがありまして、それを収録して、それが長引いてしまいました。大変申し訳ありません。これより中継の方を行ってまいります。さあ、裏ことにの言うと桜地バッタの取り組みから始まります。剥がれてきてますね、やっぱね。そうですね、まあまあまあ入れるから、重量の時にちょっとチェックします。さあ、大きな大きな裏ことにの言うとベテランの桜地バッタです。もうすでに両者は重量昇進を決めています。返り咲きを決めています。そして昇進を決めています。制限時間いっぱいです。両親やっていい、キャーイン、殴れ、ぶつかりました、殴れ、殴れ、殴れ。さあ、桜島バッタどっから攻める、殴れ、殴れ、いろいろ攻めていますが、さあ、押し込んでいけるか、裏こといの湯が下がっているか、殴れ、押せているのか、桜島バッタ、殴れ、殴れ、殴れ、よい、吐け、吐け、殴れ。さあ、大きな大きな裏こといの湯を徐々に押し込んでいます、桜島バッタです。吐け、殴れ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 、よい、吐け、吐け。ですが、ですが、大きな大きな裏こたりの湯、回り込むか、桜地バッタが徐々に下がり始めています。さあ、どうするか、引いたか、引き落としが決まりました。裏こたりの湯の勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として裏ことにの言うの勝ち。なんだか見ているとね、グラディウスとかああいうシューティングゲームのボス的な感じのイメージがありますけど、どうしても押せませんね。そうですね、なかなか大変ですね。でかいですね、戦う側はね。裏ことにの言うが準決勝に進みます。これどう攻略するんですかね。いや、もっと押し強ければいけそうな気はしますけどね。今も桜島バッタ惜しかったですからね。桜島バッタでもダメでした、勝ったのは裏ことにの優です。御殿場猫ニャンに京都棒人間、東方御殿場猫ニャン静岡県出身アンビックベア、西方京都棒人間京都府出身京都ベア、幕下トーナメント最後の取り組みであります。いや、本当新しい力士が出てきて戦い方もこれ変わりそうですね。またこれの攻略に対してね、どういう力士が生まれるのかっていうのは非常に楽しみですね。京都棒人間もその一人です。
これまた今度はネタ体制の力士増えましたよね最近ね。そうですね。こちらはベテラン御殿場猫にゃん、どう攻略するか。制限時間いっぱいです。両趣味やって、今日登れ。ぶつかりました。登れ。登れ。前傾姿勢の大人間。登れ。登れ。下がったのは猫にゃんです。登れ。京都棒人間。突き出し、京都棒人間の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して京都棒人間の勝ち。いやなんか新しいトレンドっていうのがこれ出てきてるのかもしれないです ですね。今度はその技をかけるというよりもこうどっしりとした力士っていうのが増えてますね今ね。でまあ浴びせられないという感じになるんでしょうけれどもね、浴びせできない、押せないっていうところね。だからこれに対してという力士できるのか本当面白いですよね。楽しみですよ ねえ。またこれ一つの新しい波という風になりそうです、うん、京都棒人間とだから準決勝で、ね、浦小鳥の優が対戦するんですから ね。それもまた楽しみです。御殿場猫には敗れはしましたが、洗い場所は十両返り咲きを決めています。ベスト8以上に残りますと十両に来場所上がれます。さあ基本ルール紹介しましょう。まあもうあまりにもいろんな形の力士がいるんで基本ルール紹介をしておかなければならないとなりますけれども、身長 6.5 センチまで、片足の長さ 2.7 センチまでという規定の範囲であの力士がいるんです。でしこ名は地域にちなんだもの、地名や特産物の名前など含めていただいています。まあ寝そべっていてもね、片足が 2.7 センチまでの範囲内なら OK と。そうですね、いうことになっております。だから足が2本とは限らないっていうことにも今はなっています。まあ、皆さんが考えた結果ですね。そうです ね。年齢の概念もあります。16歳から21歳となっています。年齢が決まって、そこから1月5月9月にそれぞれ年齢が加算されるというルールになっています。ベテランと若手の戦いというのも行われております。これより重量の取り組みであります。北高線に中央顔だけ優作、東方北高線西重量6枚目札幌出身相撲パーティーベア、西方中央顔だけ優作西重量5枚目札幌出身タックベア、これより重量の取り組みであります。重量の相撲です。いきなり元大相撲の力士の方が作った北高線が登場です。対するは札幌の事業所タックさんで作ってくれました中央顔だけ優作。北高線は1勝1敗中央顔だけ優作0勝2敗後がありません。3敗すると負け越しです。制限時間いっぱい、両親やって今日登れ。ぶつかりました。引きつけたのは中央顔だけ優作です。登れ登れ。下がった北高線引いてきました。登れ小手投げがあるぞ。小手投げか。北高線の勝ち。ただいまの決まり手は、引き落とし。引き落として北高線の勝ち。投げというよりは引きでした。北高線が勝っています。まあ見事な引きでしたね。北高線が勝って2勝1敗と白星先行、新十両で勝ち越しまであと1番。敗れた中央顔だけ優作、こちらは0勝3敗残念ながら負け越しとなって、来場所は幕下トーナメント行きとなってしまいます。加賀丸にボストン赤い靴下、東方加賀丸東十両4枚目石川県出身石川部屋、西方ボストン赤い靴下西十両7枚目アメリカ出身相撲パーティーベア。さあ今度はアメリカ出身力士です。最近の十両はそういう意味でも面白いですね。そうですね。今場所特にいろんな方たちがねえここに集ってるわけですからね。ねえ親方としてね作ってくれていますからね、そのボストン赤い靴下0勝2敗と新十両でこちらは後がありません。対する今日は加賀丸。加賀丸は元幕内の力士です。0勝2敗こちらも精彩を欠いています。ここまで負けた方が負け越しという相撲になっています。制限時間いっぱい、よしみやっていきゃー。流れ。ぶつかりました。流れ流れ流れ。回しを引いたか。ボストン赤い靴下流れ寄るか。流れ下がった。流れ両者の表際です。
登れ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 、突き出し、押し出しました。ボストン赤い靴下の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出してボストン赤い靴下の勝ち。重量初勝利。まあよく耐えましたね。ただ加賀丸がちょっときついですね。下がってしまいますね。元幕内の力士加賀丸0勝3敗負け越し。来場所幕下へ。そして勝ったボストン赤い靴下は嬉しい新十両初勝利、1勝2敗として盛り返しています。両国ちゃんこ町に美瑛五輪の山。東方両国ちゃんこ町、東十両6枚目、東京都出身、日本ちゃんこ協会部屋。西方美瑛五輪の山、西十両筆頭、美瑛町出身、タック部屋。これまた面白いですね。今度はちゃんこ協会の力士ですからね。さまざまですね、今。そうですね、バラエティに富んだラインナップです。重量は特にね。うん、さあ、この取り組み。対するは美瑛五輪の山、札幌の事業所。まあ、先日ね、交流会もやりましたけど、10周年の交流会もやりましたが、はい、タックさんで、札幌市にある事業所、タックさんで作った力士。2勝0敗、美瑛五輪の山。対するは両国ちゃんこ町、こちらは1勝1敗です。制限時間いっぱい。よし、やっていけ、流れ。ぶつかりました。流れ。前に出るのは美瑛五輪の山です。流れ。さあ、勝ったのはちゃんこ町。ちゃんこ町、苦しい。流れ。押すのは美瑛五輪の山。土俵際、寄ります。流れ。流れ。足を中に入れて寄る。浴びせました。逆転。両国ちゃんこ町の勝ち。ただいまの決まり手は浴びせ倒し、浴びせ倒して両国ちゃんこ町の勝ち。ちゃんこ町白星先行。あ、五輪の山が逃げられないように両手できちんと掴んで浴びせていきましたね。見事でした。両国ちゃんこ町新十両で2勝1敗白星先行。敗れた美瑛五輪の山2勝1敗となっています。ファイヤー西区に丸山主。東方ファイヤー西区、東十両筆頭、愛知県出身、愛知部屋。西方丸山主、西十両2枚目、札幌出身、タック部屋。海海って声援が届いてます。ありがとうございます。ねえ、今日も夜に、19時30分予定でマスクド海海のレトロゲームチャンプという番組やってますけど、今日こそ時間通りに行けるかどうか予定って言っちゃいますもんね、最近ね。そうですね、今のところはなかなかないいペースになってます。先週よりだいぶマシです。そうですね、先週はもういきなりの1時間半押しでしたから。そうですね。今週は40分押しぐらいでスタートします。40分押しも結構なもんですけどね。ねえ、かなり厳しい状況になっております。さあ、ファイヤー西区1勝1敗、丸山主2連勝です。十両最後の一番、制限時間いっぱいです。よし、やっていきゃ、流れ。ぶつかりました。流れ。あと外掛け決まりました。ファイヤー西区の勝ち。ただいまの決まり手は外掛け、外掛けでファイヤー西区の勝ち。どうしましたかね。これはあれですね、丸山主がこの挟む畳むっていうやつをこうやろうとしたけど、ファイヤー西区翼がありますからトゥルンって滑って失敗したっていう感じですね。あ、畳んで倒すのがありましたね、はい、最近ね。それをやろうとしたんですけど失敗しましたね。ファイヤー西区が勝って2勝1敗白星先行。敗れて丸山主2勝1敗。十両は中日を終えたところで、全勝の力士は3戦全勝で高倉号。その他1敗の力士が大勢います、読み上げますと、ファイヤー西区、美瑛五輪の山、丸山主、そしてチャラツナイ J、 この辺りが2勝1敗。さらに2勝1敗が金木札幌山、そして両国ちゃんこ町、北高線と、もう2勝1敗だらけという状況となっています。その他1勝1敗で月3マリーもつけているという状況。まだまだ大混戦の重量です。さあ、今日の取り組みをご覧いただきますが、なんといってもね、大変なことになってますよね、横綱。はい、どすこい静岡が1勝3敗で4日目終わってます。負け越すと引退です。今日は小ぼろ中井熊町戦、先場所の優勝力士相手ですよ。いや、まあね、こうルールが変わって分かりやすくなった状況ではありますけれども、そこでのこの引退がかかる中、まあね、小ぼろですからね。まあ、あの小ぼろ中井熊町も決して楽な相手ではないので、まあ、ふんどしをまた締めて頑張ってほしいですね。あの締めていたふんどしをさらっと取ってた、
マスクドウミミさんっていう、ねね、あのレトロゲームチャンプって番組の中であの突っ張りお相撲をやってるんですけどね、ゲームのね、あの締めていてもあの取られることがあるみたいですよ。スポッスポッスポッと取られることがありますから ね特にドスコイ静岡はその人型でね、ふんどしめっちゃ締めてますからね、スポンと取られないように気をつけてほしいですね。もう取られた場合にはもうこの牛乳パックで紙相撲だろうとも、もろ出しという決め手が出るかもしれないですね。ねえ、あってはいけないんですけどね。いろんな力士が結構もろ出しなんですけどね、もうすでにね。まあね、紙相撲界はちょっとさまざまなんでね。その他できますと、大関東くんが4連勝、初南雲の見せきわけも4連勝という状況になっています。優勝戦線がこれね、いきなり絞られていくのかどうかですね。そうですね、今日は大関東くん意識始め戦組まれています。初南雲の目は陽沢スクリームとの関脇同士の一番も組まれています。陽沢スクリームもいっぱいできています。これより幕の内の取り組みであります。朝ゴールデンオロチに湘南トカゲ、東方朝ゴールデンオロチ、東前頭14枚目、熊本県出身西原村部屋、西方湘南トカゲ、西前頭16枚目、神奈川県出身神奈川部屋。ワードビチェン、ワードビチェン、これより幕の内の取り組みであります。幕の内の相撲が始まります。引き続き実況は私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。幕の内は力士にテーマソングがあって、かかります、流れます。今日最初からの満員御礼になってるんですけど、理由もあってですね、はい、先ほどまでね、あのサポーターズ特典動画っていうのを作ってて、それで満席にしたらそのままにしちゃったのね。まあまあ今日もね、皆さんきっと満員で来てくださるでしょうから、それを信じて、はい、始まる前からもう20名ぐらいの方がいらっしゃってたんで ね、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ幕の内の最初の相撲は朝ゴールデンオロチ1勝3敗、湘南トカゲベテラン3勝1敗です。幕の内最初の相撲、制限時間いっぱいです。両親やって、今日長めぶつかりました。浴びせる体勢は湘南トカゲです。さあどうか、浴びせていきました。ゴールデンオロチはどうする、引いていく、下がったがどうだ、湘南トカゲに軍配です。物言いは出ません。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して湘南トカゲの勝ち、押し切りました湘南トカゲ。ほんとね、湘南トカゲの浴びせがね、ボディつかなくなってね、精度上がってるんですよね。ベテランですからやっぱり考えるようになりましたかね。いいですね。38歳ベテラン健在、湘南トカゲ勝って4勝1敗、阿蘇ゴールデンオロチ敗れてこちらは苦しい1勝4敗と後がなくなりました。阿蘇ストロベリーちゃんに藤の飛び、東方阿蘇ストロベリーちゃん、東前頭13枚目、熊本県出身西原村部屋。西方藤の飛び、東前頭15枚目、愛知県出身愛知部屋。幕の内2番目の相撲、阿蘇ストロベリーちゃんと藤の飛び。今場所休場明けの藤の飛びが好調です。まあこの位置ではやっぱり強いなという、ここまで前半戦の相撲です。阿蘇ストロベリーちゃん1勝3敗、藤の飛びは3勝1敗です。制限時間いっぱい、よしみやっていきょのれぶつかりました、のれ立ち合いは5分、押し込んでくる藤の飛び、おっと回り込んでくるアストロベリーちゃんだが寄っていきました、藤の飛びの勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って藤の飛びの勝ち、しっかり捕まえました。いや今場所の藤の飛び尻尾つかなくていい押しですよね。
今日はしっかり捕まえて相手を逃がしませんでしたね。そうですね。藤の飛び勝って4勝1敗です。敗れたアソストロベリーちゃん後がなくなりました。1勝4敗です。あげあげ羊蹄山にウリスウジラ。東方あげあげ羊蹄山、東前頭12枚目、北海道出身北海道米屋。西方ウリスウジラ、西前頭15枚目、岐阜県出身ウェルコミュニティ飛騨米屋。注目されている新入幕のウリスウジラですけれども、ここまでは苦しんでいます。館内松竹さんありがとうございます。ありがとうございます。0勝4敗、新入幕、まだ白星のないウリスウジラです。アゲアゲ予定山は1勝3敗、ウリスウジラは早く白星が欲しいんですけど、負ければ負け越しなんですよね。今ね、ちょうど映画もあるので、まあ、今場所がすごい頑張りどころなんですよね。なんとか幕の内の座を守るためにも、まず一つ勝ちたいウリスウジラです。制限時間いっぱい、よしみやって今日は殴れ、ぶつかりました、スパリアイ下がった、ウリスウジラ体を寄せるのは羊蹄山、夜寄り切りました。あげあげ羊蹄山の勝ち、ウリスウジラ負け越し。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切ってあげあげ羊蹄山の勝ち。ウィボーズさん、まあ、ウリスウジラが後ろに下がってしまったっていうのもありますけれども、アゲアゲ羊蹄山の寄せていくのがすごかったですよね。勝ったのはアゲアゲ羊蹄山2勝3敗、ウリスウジラ初日からの5連敗、新入幕の場所残念ながら負け越しとなってしまいました。西岡艦隊に定山系カッパ、東方西岡艦隊、東前頭16枚目、札幌出身アンビッグベア。西方定山系カッパ、西前頭11枚目、札幌出身札幌ベア。やっぱり幕の内っていうのは一味違うんだなっていうのが、そうですね、こういうところで出ますよね。やっぱりその重量ですごい大活躍しても、一個上がるとね、全然ちょっとやっぱり、あ、全然違えなみたいな感じになっちゃうんですよね。その点アゲアゲ羊蹄山はね、じっくりと上がってきて、で一度跳ね返されたけど、今場所あたりになるとまたね、だいぶ幕の内の板についてきてというか、そうですね、慣れれば、ま、相撲も変わっていくんですよね。そういうことなんですよね。ウリスウジラもだからまたもう一回上がってくると、当然ね、状況も変わってくるでしょうから ね。西岡艦隊3勝1敗、定山系カッパは1勝3敗。その点ではこの両者もこの幕の内上がって、そして定着するまでは時間がかかった力士たちです。制限時間いっぱい、よしみやって、キャー、投げれ、ぶつかりました、投げれ、回しを引いたか、定山系カッパ投げ打つ、上手投げ、上手投げ、上手投げ、定山系カッパの勝ち。ただいまの決まり手は上手投げ、上手投げで定山系カッパの勝ち。振り回しました、いやー腕がないんですけど、腕が見えましたよね。もうね、そして西岡艦隊にも回しないんですけど、回しが見えましたよね。決まり手はそういう風に決められております。定山系カッパが勝って2勝3敗、西岡艦隊敗れて3勝2敗です。青山イルカ池に室蘭さん海海、東方青山イルカ池、東前頭10枚目、愛知県出身愛知米屋。あ、そうだった。北の
字型室蘭さんを見る海二次前頭十三枚目室蘭出身マスクド海海部屋大地はジャングルだトゥクトゥクトゥ。かっこよくなったんでした。どうっすよ登場シーンがとてもかっこよくなったんです。まあそれもあってか校長の、ま、あ室蘭さん海海です。いい推しも出てますしね。すっげえになんかやる気出しましたよね。ただ連勝のと連敗です。2勝2敗こういう連勝があれば連敗もあるのが海海です。青山イルカ池も2勝2敗こちら連敗の後の連勝です。押し合いになるか制限時間いっぱい。よしみやって今日は殴れぶつかりました。殴れ立ち合いは僕でした。殴れ押し合っています。当てがっているのは海海。殴れ小手投げを打っていったのは海海。殴れ殴れ両者離れました。殴れ海海が苦しいか。土俵際殴れイルカ池も下がっていく。殴れ両者が土俵際に下がっていきます。殴れ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 殴まあね、差が出ましたかね。調子の差が出ましたね。なかなか一つ負けると連続していってしまう海海です。2勝3敗と変わってしまいました。勝ったのは青山イルカ池。こちらは3連勝3勝2敗です。駿河よしに愛知ヨントルルちゃん。東方駿河よし東前頭9枚目静岡県出身アンビックベア。西方愛知ヨントルルちゃん。西前頭十二枚目愛知県出身愛知部屋。さて、残念なお知らせがあります。休場力士です。幕の内クラーク羊ヶ丘がまずこれ休場。西の3枚目初日からの4連敗で休場です。32歳になったばかりでいきなり連敗をしてしまいました。これ後ほどルール紹介します。もう一人足別丹九郎も休場です。西の9枚目こちらまだ33歳初めての休場となっています。両者、まあ、2人とも初めての休場ということですけど残念ですね。いやまあそうですね、まあこれからちょっとバカンスを取る人がこれ以上増えなきゃいいんですけどね。団体で取るっていうね、ユニパックデカミズもおかげさまで10周年。その10周年を機にというか、まあ、あのルールもあの分かりやすくしています。幕の内で、あるいは十両でもそうなんですけれども、32歳以上の力士は5連敗すると引退これのみとなりました。今までいくつかあったんですけどルールとしてはこれだけになりました。そして今日もう一つの話題になりそうなのがこの横綱の引退ルール。これも一つだけになりました。負け越すと引退。いきなりピンチの横綱どすこい静岡となっています。まあこういう話題がね本当はなければいいんですけどね。そうですね、まあ、優勝争いに絞ってっていうような感じでねあの盛り上がればいいんですけど、ちょっとねこういう心配事っていうのはまあ前場所あって、まあ、今場所に関してはもう特にその横綱もっていうところがありますので、まあちょっとふんどしを締め直してほしいですね。そのふんどしをねって話が戻っちゃう締め直しもねっていう、そうですねレトロゲームチャンプって番組があってね、うん、全てを覆しちゃうのよね。そうですね締めてもね取られるっていうねさあ駿河よしが3勝1敗愛知ヨントルルちゃん3勝1敗お試合でしょうか。制限時間いっぱいです。よしみやって今日は殴れぶつかりました。殴れ殴れ押し返していくか駿河よし殴れ殴れ回しを引いたら強い寄る残したそうだ寄り切りました駿河よしの勝ち。
ただいまの決まり手は寄り切り。アメフトの選手が私の目の前にいるんですけど、いつの間にかアメフトのなんかあのメットみたいになってましたよ。ゆっくりヘッドセットが前に倒れてきたんですよね。なんでこんなゆっくりスンッって下がってきましたけど。ただいまの決まり手は寄り切り。寄り切って駿河よしの勝ち。ゆっくりそういうサンバイザーかのようにこうゆっくり下がってくるヘッドセットがあるんですかね。びっくりしました今。リーチマイケルさんじゃないけど。あれラグビーだから。ちょっとびっくりしましたけどね今ね。タックルされそうな勢いだったんでね今。ついついリーチマイケルさん出てきましたけど。あなたにタックルする前はこのカメラにまず追突しますから。このカメラごといきますからね。ズワンつって衝撃映像になります。ねえ、まあ、あのラグビーのワールドカップも近くなってきましたし、はい、そのうちタックルする人も多数だと思いますので、お気をつけください。私もじゃあタックル。駿河屋氏が勝って4勝1敗としています。いい相撲だったのに相撲の話になった。愛知ヨンドルルちゃん敗れて3勝2敗です。フラノルルルルにおにぎり博多丸。東方フラノルルルル西前頭14枚目富良野市出身富良野部屋ジュホタル西方おにぎり博多丸西前頭8枚目福岡県出身西原村部屋。富良野ルールルルとおにぎり博多丸です。フラのルールルが2勝2敗。ルールルル言えませんでしたね今ね。おにぎり博多丸が2勝2敗です。インスタ上げたの松竹さん、インスタ上げたのどうした。なんすかね。神相撲協会で先週ってことですかね。ですかってことですか ね。アップしましたよね、はい、先週ね。どうなったのかちょっと私確認できてない。先週なんだっけ。博多の塩、博多の塩はあれじゃないですかね。その後だから先週なんだっけ。そうっす、何々やってみた、やってみたのあれじゃないですか。あの海坊主がお構いになったやつなんですよ。あれだ、スナップチャットやりましたね先週ね、はい、うんうん、あの昭和のお構いになりましたっていうね、なったっていう結果でしたね、はい、お構いバーの。そうそうそう、はい、先週ねやってましたね。フラのルールルルが2勝2敗、おにぎり赤たまる2勝2敗、制限時間いっぱいです。よしみやって、今日は飲むで。ぶつかりました。飲むで。さあ、回ります。ルールルル。おっと、そこをついたか、赤たまる。飲むで。押し込んでいく。赤たまるが寄る。飲むで。飲むで。飲むで。後ろを取りました。飲むで。飲むで。飲むで。おにぎり赤たまる。送り引き落とし、おにぎり赤たまるの勝ち。ただいまの決まり手は送り引き落とし、送り引き落としておにぎり博多丸の勝ち。ルールルル、ちょっとこの対戦になること多いですね最近。そうですね、最初からちょっとバランス崩し始めてきてますよね。おにぎり博多丸が勝って3勝2敗、フラのルールルル敗れて2勝3敗です。夢の藤娘にヨット丸。東方夢の藤娘西前頭10枚目静岡県出身アンビッグベア。西方ヨット丸西前頭7枚目神奈川県出身神奈川ベア。
夢の藤娘2勝2敗ヨット丸2勝2敗ベテラン同士の相撲です。制限時間いっぱい、よしみやって今日は残れぶつかりました、残れ激しい立ち合い、足を中に入れる夢の藤娘、残れ突っ張り合いに変わった、残れヨット丸下がる、残れ残れ残れ夢の藤娘、最後後ろもたれでしょうか、夢の藤娘の勝ち。ただいまの決まり手は後ろもたれ、後ろもたれで夢の藤娘の勝ち。激しい立ち合いでした、ヨット丸ちょっと下がっちゃいましたね、突っ張りながら下がってしまいました。夢の藤娘勝って3勝2敗ヨット丸敗れて2勝3敗です。名古屋ギザギザ山に香川照之、東方名古屋ギザギザ山東前頭11枚目、愛知県出身愛知米屋、西方香川照之、西前頭6枚目、石川県出身石川米屋、小兵同士の相撲です。名古屋ギザギザ山3勝1敗香川照之が3勝1敗です。小兵同士の相撲、京都部屋の公式アカウント上げたやつ、新エントリー力士はどうしたって、すいませんちょっと届いておりません今日現在は公式インスタの方に上げたのかな、松竹さんが。っていうことですかね。ね、でインスタはすいません、ちょっとちょっと確認できておりませんでした。すいません。よかったらお待ちします。送っていただければあれで。郵送でまずねエントリーということでしたらぜひお待ちしております。名古屋ギザギザ山3勝1敗香川照之3勝1敗です。すいませんね、ちょっとインスタの方がその時によりチェックしたりチェックしなかったりがあるものですから申し訳ありません。郵便で送ったはずが、うん、そうなんですか、うん、ああじゃあちょっと今日現在すいません北海道のものですから今日現在届いてます。今日とか届いてるのかな、もしかしたらね。届いてたら来週紹介します。多分ね、ペンゴさんもね、来週あたりは届くんで、新力士紹介ができそうですね、はい、来週は。ご表情、制限時間いっぱいです。よし、やって、今日は残り。ぶつかりました。残り。残り5分。残り。お試合です。突き放したのはギザギザ山、土俵際残すのは香谷輝之、後ろを取った、あの残すいなすのは香谷輝之だが突き放しました、名古屋ギザギザ山の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して名古屋ギザギザ山の勝ち。4勝目はギザギザ山でした。いい相撲ですね、まあ、どちらも立ち合いから押していって、まあ、押しも良かったんですけどね、ギザギザ山が押し切ると思ってなかったですね、見事でした。テーマソングできてよかったじゃないですか、勢い出るんでしょうね、やっぱりね、ね、気持ち的に乗るでしょうし、後押しされるんでしょうね、きっとね。本人嫌がってましたけどね。そうですね名古屋ギザギザ山4勝1敗香川照之敗れて3勝2敗です。とっかり大将に福島富士桜、東方とっかり大将東前頭6枚目室蘭市出身室蘭米屋、西方福島富士桜、
東前頭8枚目静岡県出身アンビッグベア。さあこの一番3勝1敗とっかり大将、そして4連勝平幕全勝はただ一人の福島富士桜です。しかも元大関の2人です。平幕に落ちて元気な2人です。ねえ、ここで見る相撲じゃないですよね。そうですね、本当に本人たちがきちんと実力さえ出せればもっと上の力士ですので、まあここらで一発優勝狙うのも確かに面白いでしょうね。幕内前半最後の相撲なんですけれども、さあこの対戦富士桜は全勝守れるか。制限時間いっぱいです。よしみやって今日のぐらいぶつかりました。まわしを引いたのは富士桜、ぶつかり出した夜におっと振っていった、豪快夜寄り切りました。福島富士桜の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って福島富士桜の勝ち、完勝です。いや、そしてそうですよ、今場所の福島富士桜力がすごいんですよね。強引に行ってもいけるんですよ。ご覧いただきましょう、あの大関の時のあの組み止めてからの強さが出てきましたね。またそうですね、これは見事ですね。これはだから相手が福島富士桜じゃなければとっかり大将いけてたぐらいのいい立ち合いでしたし、そうですね、ありましたからね。結構な勢いで押してるんですよ、とっかり大将も。ぐわーっと、もう振り回されてしまいました。もう力任せでもいけるぐらいの今場所の福島富士桜の力、あり余ってますね。中日勝ち越し5連勝福島富士桜です。敗れてとっかり大将3勝2敗と変わっています。牛乳パックで紙相撲実況中継、中日の取り組みをお送りしています。横綱の土俵入りです。東方より横綱どすこい静岡土俵入りであります。横綱どすこい静岡露払い駿河吉立ち持ち西岡艦隊、行事は海坊主であります。館内の皆さんも一緒に優勝の覚悟をお願いします。せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょうねろ、私は永久に不滅です。1勝3敗追い込まれた横綱です。今日からなんとか立て直せるか。今日は小ボロの赤いクマンバチとの取り組みが組まれています。松崎さんがね、幕内力士のキャッチフレーズを勝手に考えてみたシリーズをやってくれてます一時期これ牛乳パックで紙相撲をねやってたことはあるんですけど、はい、全く浸透しなかったんで終わりましたそうですね実はそうですね、一時期ちょっと始めた時期あったんですよね、はい、ねえキャッチフレーズね、いろいろありましたけどもう一個も覚えてません。そうですね、結局浸透しなかったですよね。さあ今日の中入りですけれども、先週できなかった新入幕&新十両コレクションをお送りしてまいります。これもどうしよう、僕が撮って動画これね上げたりしたらいいのかな、僕がカメラ持って、はい、先週みたいにやったらいいのかな。やってみますか。やってみます。それでその場でアップします。はい、ね、この後準備を行いますので、しばらくお待ちください、準備整え次第、新入幕の新十両コレクションお送りします。
待たせしました。ではではこれから牛乳パックデカミズモ新入幕新重量コレクションをお送りします。閉じるでいいの？閉じるでいい？ではスタートします。牛乳パックで紙つも新入幕新重量コレクション。ボストン赤い靴下。さあこの化粧回し、この赤い靴下、これ赤い靴下。そうアメリカの人が作ってくれたアメリカの親方がレッドソックスから来た赤い靴下をここに書いてくれてる。ボストン赤い靴下、赤い靴下。両国ちゃんこ町、ちゃんこ食べたいですか？ちゃんこ食べたいですか？味噌ちゃんこ食べたいですか？両国ちゃんこ町、歩行者。さあこれはなんと親方がこの力士の親方がなんと北海道を知っていたということで、歩行者、北海道の歩行者道があるんですよ。その歩行線です。はい。ウリス・ウジラ。さあ、今お前が活躍しなくていつ活躍するんだい。ゴジラやってるだろう、映画で。ウリス・ウジラ。負けてますよ。大丈夫ですかね。ウリス・ウジラ。海明神パレード。さあこんな力士はいないはずだ。なんだろう、背中に錦山と書いていて、海明神パレードのマスクをかぶっている。ちょっとこう 見てもらったら分かる。あっとパレードさんのマスクをかぶった錦山でした。新入幕新重量コレクション、これにて終了。以上、牛乳パックで神相撲新入幕の新重量コレクションをお送りしました。新しい小道具をここで出しましたけどね。はい、お送りしてまいりました。ちょっと動画も撮ってみたんで、おいおいアップしてもらいます。牛乳パックで神相撲のこれなんだ、インスタの方でアップするのかな、はい、今アップします。あ、もう今します、はい、でアップして、インスタとインスタのみ今回
なんかであげますか。どうしましょうね。これ今のサイズは TikTok はいけんのか。15秒だから。ああそうだよね、いけないよね。、はい、じゃあいいです。そうだそうだ、TikTok、動画の長さ60秒以内になるように調整してください。インスタ、あインスタ。めんどくさかったな。どの辺いきます。頭だけいきます。頭1分でじゃあいきますね。頭1分でとりあえずやっていただいて、はい、で2つ目後半1分とかやれば。こう中盤1分みたいな感じで、おいおいアップしましょうか。このあと、というかその前にあれだね、ユニパックでコミックモードコレクション的にはこれ、シニマかな新事業コレクション4名の皆さんおめでとうございます。中にはね、大相撲の元高翔馬さんが作った方向性も上がってきています。そしてちゃんこ協会の力士両国ちゃんこ長も上がってきて、さらには、アメリカからボストン赤い靴下も上がってきたという、そういった興味深い新十両のコレクション、そしてウリスウジラ苦労しての新入幕の今日の晴れ舞台でございました。以上コレクションをお送りしました。この後幕の内後半です。あ、間違った、レトロゲームチャンプ出ちゃった。コレクション終わりです。
待たせいたしました。幕の内後半です。北海道発牛乳パックで紙相撲2019年5月6月場所、これより中日5日目幕の内後半の取り組みであります。札幌川の海に西原彩龍。青きつね青きつねアメリカ人が言いました東方札幌川の海東前頭5枚目札幌市出身おにぎり温めますか部屋。西方西原彩龍東前頭7枚目熊本県出身西原村部屋。これより幕内後半の取り組みであります。幕内の後半戦です。引き続き実況私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。さあ後半戦、川の海1勝3敗西原彩龍1勝3敗です。ちょっと近づけます。こんなもんですかね、はい、さあお試合になるでしょうか。ランウェイが変わったって言ってくれてましたよ、まったけさん。ありがとうございます。ありがとうございます。制限時間いっぱいです。両親やって今日は長いぶつかりました。長い押すのは川の海、本手投げは西原彩龍、長い押し込んでいく押し出し、札幌川の海、札幌川の海の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して札幌川の海の勝ち。押し切って最後離れたところで足が出ました。まあでもいい押しでしたね。今日はしっかり正面には置いてましたもんね、途中までなんとか、ね、最後に離れたんですけどその押しが行きました。ご覧いただきましょう、リプレイです。立ち合いが良かったですね。そうですね。そしてついていきました。車輪がやはり出てしまいますね、西原さん。滑るかのようにちょっと最近出ることが多くなってますね。札幌川の海勝って2勝3敗西原彩龍敗れて4連敗1勝4敗です。高畑不動明式神残金に里山。東方高畑不動明式神残金に東前頭3枚目東京都出身ほぼピンベア。西方里山西前頭2枚目愛知県出身愛知部屋。1勝3敗の残機にと2勝2敗の里山、小兵同士です。足技の応酬か。制限時間いっぱい、両親やって今日は流れぶつかりました。立ち合いは里山潜っていった、流れ突き放しました。今度は離れた両者です。流れ里山苦しいか。流れ残しています。残金は土俵中央、流れ両者が離れています。流れ里山が土俵際、残金も安定していない。高畑不動明式神残金の勝ち。ただいまの取り組みは里山に踏み出しがありましたので高畑不動明式神残金の勝ちといたします。里山連勝で
戻してはいたんですけど、星はね、ちょっと前に出たかったですね。立ちは良かっただけにもったいないですね。そうですね。あと配信が途切れています。リプレイをまずご覧いただきます。配信が途切れています。大丈夫でしょうか。お、また戻っています。 YouTube からの方はリプレイご覧いただいております。ちょっと配信も今戻ってますね、うん、リプレイご覧いただいております。かなり離れた状態の両者でした。里山はずっとでも俵に足がかかっている状況が続きました。体を寄せていきたかったですね。そうですね。残機に勝って2勝3敗、里山敗れて2勝3敗です。名古屋タクト山に高尾さん。東方名古屋タクト山、西前頭5枚目、愛知県出身愛知部屋。西方高尾さん、西前頭筆頭、東京都出身春日部部屋。これまた小兵同士です。名古屋タクト山2勝2敗、高尾さん1勝3敗ですが、その1勝は横綱戦、金星が三千と輝いているというここまでの星です。足技の応酬でしょうか。制限時間いっぱい、両親やって、キャーイ、ノグナイぶつかりました。立ち合いはゴブです。もう見えていったのは高田山、足を中に入れるのは高田さんもそう。離れた、駆け投げで離れて、土俵際どっちが出るか。高尾山の勝ち。ただいまの取り組みは高尾さんに踏み出しがありましたので、名古屋タクト山の勝ちであります。非常に分かりやすい行司さばきが久しぶりに聞けました。久々に出ましたね。まあ結構2人とも頑張ってたんですけど、これはタクト山だろうという流れでしたね。まあ特に今のはね、正面側に、はい、高尾さんが来たんでね、皆さんも見ていて、そうですね、バランス的にちょっと厳しいのは高尾さんかなという、やっぱりそうだよなっていう感じで見れたっていますね。これはでも名古屋まで言ってましたよね。もう完全に完全にもう時間の問題だなという。名古屋タクト山が勝って3勝2敗です。高尾さん敗れて1勝4敗、後がなくなりました。片や直角のリクラ、直角のリクラ、東方直角のリクラ、東前頭4枚目、岐阜県出身岐阜部屋。これはジャコ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 、西方小結びジャコジャコ、山口県出身ジャコジャコ部屋。波動ホイ、その波動砲が炸裂はしてないんですが、今場所2大関を下しています。ジャコジャッコです。2勝2敗、直角のリクラは1勝3敗です。打ってはいないんですけど、まあ威圧感というか、そうですね、相手に感じさせてるんでしょうねっていうことでしょうね。上位戦が続いている中2勝2敗、今日は隠した直角のリクラ戦です。制限時間いっぱい、よしみやって今日のぶつかりました。激しい立ち合い、打つか打つか、殴れ殴れ、打った打ったジャコジャコの勝ち。打ったのか。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒してジャコジャコの勝ち。
そうですね、まあ、打ったというよりも波動砲で突き倒したみたいな感じになりましたね。もう投げ倒したみたいな感じですよね、もうね。打ったというよりは打ったというよりはその大砲でパコンとこう立ち上がるご覧いただきます。この辺りも当たってますもんね。そうですね。なんですかね、同胞でなぎ倒したみたいな感じになりましたね。なね、あの警棒を使ったみたいな具合ですかね。パコンっていう感じですね。ジャコジャコを勝って3勝2敗直角のリクラ敗れて1勝4敗です。片谷陽沢スクリーム、陽沢スクリーム。東方関脇陽沢スクリーム、静岡県出身アンビックベア。これた初南桃の海、初南桃の海。西方関脇初南桃の海、札幌出身ハッサムベア。さあ今場所調子のいい関脇同士、しかも桃の海は全勝です。注目の取組、解説三坊主さん、はい、桃の海今場所いいですね。そうですね、まあ、このまま、調子よく、まあ、相手の方中に入っていったり足元攻めるという、まあ、相撲はねこのまま取っていければいいんじゃないかなと思いますね。松竹さん、ずっこけソフト道そうですね。いいですね、そういう、うん、ね、なんかせっかくこれカラオケ音源なんですから、そうですね、カラオケ歌っちゃおうさんやる受けたいと思いますけれども、ね、そうやって歌うのもいいんじゃないですか。そうです ね、 ね、結構あるでしょ、そういう応援の仕方も他のスポーツとかでもね、はい、うん、皆さんもぜひどんどんそうやって歌って応援するっていうのもいいかもしれません。さあ押し合いになるか、全勝を守るか桃の海、制限時間いっぱい、よしみやって、今日は残れ、ぶつかりました、押すのは桃の海、中に入った、押すのは陽沢だ、残れ、押し合いになっている、土俵中央、残れ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 、まだ押し合う、まだ押し合う、残れ、残れ、残れ、突き放すのはここで陽沢だ、残れ、残れ、残れ、残した、残しました、桃の海、吐く、吐く、になりました、後ろを取った、今度は後ろを取った、ノグラマある、ノグラマある、ノグラマ、またぶつかる、足を中に入れて、今度は陽沢、陽沢が寄る、寄る、寄る、陽沢スクリーム、寄り切りました、陽沢スクリームの勝ち、ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って陽沢スクリームの勝ち、見応えのある相撲でした。いやー、まあ初南桃の海も中に入ってね、よかった時間帯もあったんですけれども。まあ、これはもう陽沢スクリームがもう絶えずローリングローリングしてもうね相撲を取った、まあここが勝因じゃないかなと思いますね。ご覧いただきましょう、素晴らしい相撲でした。何回転したんでしょうね今ね、桃の海にも勝機はありました。そうですね、手前のタコさんなんかもだいぶ盛り上がったんですよ今そうですねファーッとこう、もう足という足が開いてますからねあれタコさんなんですよ手前のお客さん足という足が開いてますよ。で相撲の方ですけどね、くるくる回りながら桃の海も最後ね残しかけたんですけど、まあ足強いですからね陽沢スクリーム、あれがこうやっぱり中に入られるとなかなか押されてしまいますよね。40秒ほどの相撲の中ですけれども非常に内容の濃い相撲でした。陽沢スクリーム勝って4勝1敗、初南桃の海敗れました。4勝1敗でこれで現時点全勝福島富士桜、そしてこの後出る東くんと、この2人のみに現時点でなっています。片谷ノルベサノリア、ノルベサノリア。
東方大関ノルベサノリア、札幌出身札幌部屋。この後は愛知山、愛知山西方小結び愛知山、愛知県出身愛知部屋。大関登場です。ノルベサノリア2勝2敗、小結び新小結びの愛知山は1勝3敗です。上位戦が続いています。愛知山さすがに苦戦はしていますけれども、その中でも一つ勝ちました。横綱と少し静岡に勝った白星というのがありました今場所です。さあ今日の大関戦どこまで押せるか。ノリアは連敗でし、まあ、心配されたスタートでしたけれども、連勝で持ち直してますからね。そうですね。さあお試合でしょう。制限時間いっぱい。よしやっていきゃい。ノグレぶつかりました。ノグレノグレ押し合っています。ノグレノグレノリアが押す。ハッキー押し勝っている。ノグレノグレ横を取った。ノグレノグレノグレ押したノリア。ハッキーノグレノグレノグレノルベサノリア寄り切りました。ノルベサノリアの勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り。寄り切ってノルベサノリアの勝ち。この辺りはさすが大関。まあここはやっぱりね、攻め方、相手への攻め方というところ、まあ、そして自分のね押しの力というところを分かってますね。ご覧いただきましょう。まあさすがの愛知山も横を取られてはという感じになりましたね、うん、そうですね。最後は多分これが一つの、ね、勉強となって。そうですね。また来場所、まあ今場所まで残りありますから、はい、生かしてほしいですね。ノルベサノリア勝って3勝2敗、愛知山敗れて4連敗、1勝4敗です。片や東くん、東くん。東方大関東くん、札幌出身東くん部屋。また一式はじめ、一式はじめ西方一式はじめ、西前頭4枚目、静岡県出身アンビックベア。さあ全勝東くんです。すでに5戦全勝で今日終えています。福島富士桜に並んだ状態でいけるか、あるいは東くん敗れると福島富士桜が単独の先頭に立つという状況です。優勝戦線一式始めは2勝2敗できています。さあ無双が出るか、東くん押せるか。一式始め制限時間いっぱい。よしやっていけ。ノグレぶつかりました。立ち合いごめん変わった。ノグレ離れました。ノグレ意識始めがノグレ下がらない。ノグレノグレノグレ後ろもたれた両者意識始めついていく。ついていく。東君苦しい。引いた。残しました。残しました。今度は東君意識始めが下がっている。突き放した。突き放した。ノグレ突き出し東君の勝ち。全勝を守りました。ただいまの決まり手は突き出し。突き出して東くんの勝ち。これまたいい相撲でした。まあ要素もそうでしたけど、回ってこう自分のペースに持っていくっていう相撲強いですね。ご覧いただきましょう。立ち合いから、立ち合いはこれ意識始めが、まあ、特に序盤攻めている感じありましたけど ね、ちょっと危ないんじゃないかなって思ってしまいましたね。東くんちょっと危ないかなって感じでしたよね、はい、今日はこの辺り回り込んでからはさすがですね大関。なんかねちょっと東くん大きく見えましたからね相撲の内容がもうねなんかね。そうなんですよ。ここもいなして最後は突き放しました。東くん勝って
全勝を守って中日勝ち越しを決めています。敗れて一色はじめ2勝3敗です。片や銀屏風、銀屏風、東方銀屏風、東前頭2枚目室蘭市出身、室蘭部屋。また西荻の山、西荻の山、西方大関、西荻の山、東京都出身、ユーストトデイベア。結び前です。3勝1敗同士、大関西荻の山は3勝1敗、4日目に敗れました。ここでなんとか踏みとどまれるかという大関です。状態は良さそうですからね。まあそうですね。そして銀屏風です。4日目には横綱に勝ちました。勢いもあるでしょう。結び前の取り組み、制限時間いっぱいです。よしみやってい、今日のれぶつかりました。のれのれ前に出る、下がったの。銀屏風が後ろを取りに行った、後ろを取りに行った、後ろを取った、取った、のれ苦しくなった大関。のれ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 銀屏風出る、のれのれのれ銀屏風送り出し、銀屏風の勝ち。西荻の山連敗。ただいまの決まり手は送り出し、送り出して銀屏風の勝ち。座布団を投げないでください。座布団を西荻の山の中に入れないでください。連敗です。いやー、ちょっと危ないっすね。まあ、銀屏風ももちろん見事ですしね、実力もある力士なんですけど、負け方的にちょっと心配ですね。西荻の山このところ一つ負けると崩れますね。そうですね。立ち合いは完全に大関でしたが、うまく羽を使いましたね。そうですね、まあ、これはもうめちゃくちゃうまかったですね。羽を使っておびき寄せての後ろを取るという流れるような相撲でした。もうこのための羽だぐらいで西荻の山をだんだん近づいてくるのを見てる、これねえ、ひよこたち、この辺ですよね、もうね、もうこ怖いでしょうね。だんだん迫ってくる。もうサイズ的にもでかいですからね。まあまあでも可愛い顔だから喜ぶのかな。ね、まだね、まだね、ひよこさんたち、牛さんもいるけど、札幌川の海とかだったらちょっとびっくりするかもしれないですね。さすがにね、うん、怖いですね。そうですよね。なんで私の目の前にと思ったら、そうですよね、はい、インタビュールームに来てもらうことになっております。金屏風です。4勝1敗としました。敗れて西荻の山3勝2敗です。中日結びの一番です。東どすこい静岡、どすこい静岡、西こぼろなかいくまんばち、こぼろなかいくまんばち。東方横綱どすこい静岡、静岡県出身、アンビックベア。西方小ぼろの赤いクマンバチ、東前頭筆頭、豊浦町出身、マスク堂海海部屋。呼び出しは大輔、行事は海坊主。
本日結びの一番であります。牛乳パックで紙相撲サポーターズを通じて、焼きみりも室蘭様、松茸京都様、ペンゴ92様、小平ペンギン電気様以上の皆様のご支援を頂戴いたしております。あの作ったんですよ貼っておきます次の6日までそうそうそう貼るのを作ったのにね、小平ペンギン電気様ありがとうございます。ありがとうございます。新たにね、あのペンゴさんが、はい、新たにこれもう一つってことで入れてくださいまして、ありがとうございます。ありがとうございます。新たにサポーターズね入ってくださいまして、もう一つね、あの電気屋さんだそうですよ、これ本当に、うん、おいおいいろいろね、はい、あのこれせっかくネット配信なんで、はい、何かその耳寄りな情報があればこちらでもそうですねまあ、地域密着っぽかったですけど、まだ始まってないらしいんですけど、事業としてはね、うん、あの準備してるページ拝見するとなんか、ね、あのもしかしたら耳寄りなで、あの小平市周辺にお住まいの方にとってはもうそうですね、これはもう大事な情報になると思う、ねはいね、あるいはそれ以外の方でも OK なのかはちょっとまだ分からないので何とも言えないんですけれども、ねおいおいこの番組にもお伝えできればと思います。さあ結びです。なんといってもどすこい静岡はこれですよね。負け越すと引退、これが非常に気になります。解説みぼうずさん、はい、大変ですよ。まあ3敗ですから、ここはね本当に、まあ、踏ん張りどころですよ。まあ優勝云々の前にまずまあ、横綱として息の長い力士をもっともっと目指してほしいですので、まあ、ここで負けてられないですよね。まあ、ただちょっと後ろに下がってしまうのがまあもしかしたらちょっとね、改善できてなければ危ないかもしれないですけどね。残り5日間あと2つ負けると引退となってしまう横綱です。さあ、インタビュールームの準備ですかね、できましたかね。放送席、放送席、大関西荻の山に勝ちました銀尾部関です。おめでとうございます。ありがとうございます。連日の、ね、このインタビュールームですよ。まあそうですね、最近ちょっとまあ、やっぱり、まあ、勝つことに飢えているというかですね、はい、まあ、勝つ喜びそういうものを感じておりますね、はい、今日も落ち着いた、まあ、後ろを取った相撲でしたよね最後は。そうですね、つばつばつかえっていう声がですねちょっと聞こえまして。あ、どのあたりから、まあ、後頭部のあたりからですね。あ、後頭部のあたりからですか、はい、ひよこさん、あの右側のひよこさんではなかったってことですね。間違えましたね。そうですか、銀行続きのね、あの右側にいたお客さんはだいぶ西沖山が近づいたみたいでびっくりしたみたいですよ。ね、まあ、びっくりしたかもしれないですけど、私もね勝負ですから、ね、まあ、そこは勝負ですから押しますよね。さあ、勝ち越しまであと1番ですね。まあ、勝ち越しをイメージしているというよりも、まあ、一つ一つ勝つということだけを意識してですね、あ、まあ戦っておりますので、まあ、応援していただければありがたいかなと思いますね。せっかくなので優勝戦線もなんてことは考えてない。いや、まあ、まあ、できれば一番いいですよ。できれば一番いいんですけど、まあ、そこはですね、一番、まあ、一番一番勝っていくだけです。なので優勝とかそういうこと考えてるわけじゃないです、ね、一番一番勝つわけです。ここも期待します。お願いします。放送席どうぞ。銀尾部関です。一番一番というでした、ね、そうですね、まあ、あれぐらいのベテランになるとやっぱりその日その日のまず相撲を大切にという感じなんでしょうかね、うん、そういうことなんでしょうね。さあ、こちら一方横綱大変です。まず横綱こそまず一番一番を大事にね、まあ、行かないといけない時期ですから、もうここはもう落とせないですけどね。ただ小堀の赤いクマンバチも決して調子悪いわけではないので、まあ、赤いクマンバチがこう押してきたところを、まあ、どすこい静岡がどういなしていくのか、まあ、後ろに下がらずに横を取っていけるのか、まあ、投げに転じていけるのか、まあ、そういったところの一番になるかなと思いますね。
ただ、まあ、逆にね、まあ、ここを落としちゃうと、まあ、6日目が初な桃の海ということもありますので、まあ、実力者とも、まあ、もちろん当たっていく、まあ、後半になっていくかなと思いますので、まあ、ここで一番はまず確実に取って、まあ、一つ一つ勝っていってほしいですね。さあ、小幌の赤いクマンバチ、こちらの方も先場所優勝力士です。2勝2敗。横綱は今日落とすといよいよこれは周りがざわざわとなってきま す、 そ、 す、ね、そんな中本当にタコさん、タコさんすごいです ね、 ね、タコさん、手前のタコさんが荒ぶってますね。あ、盛り上がってますね。盛り上がってますね、もうね。さあ、横綱絶対に落とせない相撲になります。小幌の赤いクマンバチは一気に前に出て大きな金星を手にするか、自身の三役昇進もかかってきます。中日の結びの一番です。制限時間いっぱい、よしみやって、今日はぶつかりました。立ち込み込む、押し込むのは小幌だ。小幌出る、押し込む、横綱苦しくなった、押すな小幌、クマンバチ出る、やる、やる、やりきり、ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って小幌の赤いクマンバチの勝ち。座布団を投げないでください、座布団を投げないでください、オンエアを掲げないでください。横綱敗れました。あ、そうですか。後がなくなった横綱、ご覧いただきましょう。今の相撲、完全に立ち合いから押されました。なすべなしという相撲になりました。いやー、そうですか。まあこれまでもね、いろんな横綱が追い込まれていくという場面を我々は見ているわけですけれども、はい、どうですか、そういうのに比べて今の今日の一日の相撲。でもね、確かにね、いやー、まあ他の力士、まあ、他の横綱もそうでしたけど、この負けが込んでくるとそのパターン化というか、まあ、そこのウィークポイント、弱点を突かれてしまうなという流れでね、まあ、今日 も、 もうこの後ろ下がるところを、まあ、小幌の赤いクマンバチを押していったという流れですよね。タコさんのじゃないですよね、そのせいは。タコさんもだいぶ荒ぶってましたから ね、 ね、どうもここの席の人は誰が座ってもこうやっぱ荒ぶる席なんですね、ここはね。いやー、大変なことになってまいりました。弓取り式は福島富士桜であります。じゃあ館内の皆さんも一緒によいしょのかけごれかけごれお願いします。よいしょよいしょ、土俵上でインタビューしましょうか、ちょっと時間もあるのでね、はい、放送席、放送席、見事今勝ちました、心の中へ熊町関です。おめでとうございます。ガオ、立ち合い一気に前に出ましたね。いやー、びっくりしましたね。横綱の、まあ、感触はどうでした。横綱の感触は柔らかかったですね。そうですか、はい、ね、え、全くあの怖さはなかったですか。いや、怖かったですよ。これで3勝2敗、白星先行ですよ。そうですね、まああの、まあ、もう横綱に勝ててるので今場所はもういいですよ。ぜひあの三役の昇進もありますから。いやいや、もう今場所はもう横綱に勝ちということだけですね。ガオ、大きな金星になりましたね。金星ですね。今後も期待します。あちゃーし、おめでとうございます。小幌の赤いクマンバチ関でした。さあ、これで横綱は1勝4敗追い込まれました。小幌の赤いクマンバチは勝って3勝2敗。ウィボーさん、はい、どうですかね、いろいろもう大変なことが起きてますけども、桃の海との6日目の取り組み。いやー、厳しいっすね。ね。ちょっと、もう下がる相撲しか取れてないので、ちょっとやばいですよね。やばいですね。このままだとまた初名桃の海も今ちょっと乗ってる状況ですので、まあ、押してこられたらちょっと厳しいですよね。何かその、まあ、打破できるには、どんなことが必要ですかね。まあ、まずちょっとやっぱり前に出てほしいですよね。前に出ないことにはもうちょっとそのまま押し切られてしまうので、
前に出る、そしてまあまあもう難しいことはもうとりあえずいいです、前に出ることだけ、まあ、前にも出ないとやっぱり何も起きないので、はい、まあ、立ち合いですよね、立ち合いから前に出て、まあ、ちょっと投げとかもありますけれども、まあ、初名桃の海に関しても投げはちょっと足元で厳しいので、はい、まあ、やっぱ押してってほしいんですよね。これであと優勝戦線の話題に行きますけれども、全勝がね2人ということになりました。はい、この辺はどうですか、東君と福島富士桜なんですけど、まあ、2人の相撲を見てる限りだとやっぱりその自分の強い、まあ、ところを出せて、まあ、勝ってるので、まあ、この2人に絞られてくるんじゃないかなと思いますね。優勝のラインはどうでしょう。まあ、倍までじゃないですかね。倍までという、はい、そういう予想も出てきましたけれども、はい、ご覧の優勝争いです。どういう風になっていくんでしょうか。1敗勢はまだたくさんおります。6日目、そしてもう一つ横綱の進退はどうか、運命の初南桃の海戦が控えています。実況はここまで私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りしました。静岡の談話が松竹さんから届いてますので、海坊さん読み上げお願いします。それよりも松坂さんが悲鳴を上げてたのでそれが不安ですね。次の相撲は引退がかかる一番なので頑張ろうと思います、という談話でした。木田商店ハッピールームから中継でお送りしました。実況私改めて山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りしました。6日目をお楽しみに、この辺りで失礼します。つながってるよ、大丈夫だよ、ララ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